エアー日本ボーイング737から500型機スーパードルフィンエアー日本株式会社はかつて存在した日本の航空会社である。全日本空輸の連結子会社であった。1974年に離島等の輸送改善を目的として国内航空各社の資本にて日本近距離航空株式会社として設立された。その後、 1987年に全日空資本のエアー日本として再出発した。主に国内線でナローボディジェット旅客機を運航していた。2008年4月以降は運航の共同引き受けにより運航便名はすべて ANA で統一されていた。2012年4月1日、全日本空輸株式会社に吸収合併され解散した ANA が 中華人民共和国に乗り入れているため政治的配慮から ANA グループの台湾路線はエアー日本便名で運行していた。日本と台湾の両政府間の航空協議によって2008年4月1日より日本航空と ANA は子会社の便名を使わずに自社の便名で台湾への直行便を運行することになりエアー日本の自社便名による運行はなくなった。 当時 ANA グループが運行していた台湾線2路線のうち一方の中部台北線はエアー日本が自社の社員機材で運行していた。もう一方の成田台北線は ANA 社員がエアー日本に在籍執行しボーイング767から 300ER 型機を使用してエアー日本便名で運行していた。 2008年4月1日以降は、中部台北線は、エアー日本の社員と機材を使用して、ANA 便名で運行。ANA のボーイング767から 300ER 型機で運行している成田台北線は、ANA の自社運行となった。会社解散以前は、以下の路線を運行していた。文売線はボーイング 737-700ER で運行。 それ以外の路線は国内線、国際線共用機のボーイング737から700で運行。2009年4月以降はボーイング767から 300ER の初期導入機の退役の関係でエアー日本が運行する ANA 便がさらに増加する。2012年3月時点で ANA の幹線、ローカル線を エアバス A320 とボーイング737により幅広く運行していたエアー日本により運行される ANA 便の国内線は原則として ANA のサービスを基準とする国際線も機内食とサービス等は ANA と同じ基準でボーイング737から700は国内線プレミアムクラス座席をビジネスクラスとしている全日本空輸機材も 参照2012年4月1日の合併に、伴い前期が全日空に移管されている。機数は2011年6月1日時点、エンジンカウルにイルカが描かれており、スーパードルフィンの愛称がある。ANA ウィングスと兼用運行。発席は国内線運行時にはプレミアムクラス、国際線運行時にはビジネスクラスとなる。導入当初の仕様は、 全席普通席の136席で、国際線運用時には、全9列までの中間席をテーブルとし、最小118席にすることができた。国内線、国際線兼用機材。1、2号機は、ANA のカラースキームの白色以外を金色に置き換えて塗装した、特別塗装機、ゴールドジェット、内材兼用機材であることから、ギャレーやトイレが多く、 ANA グループのナローボディ機では、エアバス A321 に次いで液晶モニターが装備された。3号機からは通常塗装。国際線専用機材 ANA ビジネスジェット36席使用機は日本で初めての全席ビジネスクラス使用。8席はプレミアムクラス。初号機にはスターアライアンス塗装を施している。8席はプレミアムクラス。 ボーイング737から700と異なり国内専用機材全機体が ANA との共通事業機うち4機がアンクとそうだったすべての機材は2005年末から順次ボーイング 737NG シリーズへと更新統一される見込みである一部のボーイング737は子会社のエアーネクストや ANA と業務提携関係にある LU スカイネットアジア航空に移管されている。ボーイング737から500の新造機は ANA を通さずに直接ボーイングに発注、受領しているため独自のカスタマーコード 4K が付与されているが、ボーイング737から700は ANA が発注、受領したためカスタマーコードは81である。なお、ボーイング737から500は導入の途中で、 生産終了したため、一部は中古機のリースで導入している。中古機は、新造機と違って、オーディオサービスがなく、新造機より座席が7席多い。会社解散時の塗装は、2003年に更新された、ANA の基本塗装の前方 ANA ロゴの後に、エアー日本のゴシック体文字が追加されたものとなっている。ただし、 ボーイング737から700以降については、ANA の基本塗装のみである。なお、ボーイング737から700、ボーイング737から 700ER、ボーイング737、ボーイング737から500型機のエンジンカウルには、アンク独自のキャラクターであった、スーパードルフィンのイラストが描かれている。先代の旧塗装は、 ANA のトリトンブルート装をベースに垂直尾翼の ANA のロゴをアンクのロゴに変更し、側面の全日空のロゴを覚悟ック体でエアー日本ロゴタイプに変更したものだった。ANA がモヒカント装を採用していた時代にはモヒカント装をベースに側面のロゴを円形日本近距離航空とし、垂直尾翼の ANA 車掌部分を トビウオのシルエットに差し替えた塗装であった。なお、日本近距離航空のロゴタイプは、東亜国内航空のロゴタイプと似通っていた。ありがとうございます。